小島春菜です。高橋みなみです。峯岸みなみです。ではこのコーナーに行きましょう。小島春菜のしゃべりましょうシーズン2。リスナーのあなたから送ってもらったお題について私たち3人が語り合います。このコーナーだけはスタジオのセットが大人っぽくて可愛いねな夏モテコーデベスト10だよ。どういうことなのねこれさ、私めっちゃどういう状態なのなるほど。
ちゃんもカネがね、あ、グリーンカレー、グリーンカレーほんと好きなんだけど、どうしよう。姉ちゃんちのグリーンカレー美味しいよね。なんか、なんか結構癖あるじゃん、タイ、タイ、うん、なんかグリーンカレーってああいうもんだよ。でも、食べれる。ちょっと絶対がされちゃったんでね、ショーロ。
好きで。Thank you.
ました。正解だったでしょうか。もやもやがね、解けたところで、すっきり正解者は4名いました。おめでとうございます。番組ではラジオの前のあなたからのメールをお待ちしています。私にやってほしいことは藤原のコーナーへ、その他ノースリーブのして藤原のトークしましょうシーズン2のテーマ、質問や番組のチャンスなども待っています。スマホでもアクセスできる番組携帯サイト、裏側ノースリーブは鬼うまい餃子を作るよ。メールの宛先はノースリーブスアットマークオールナイトニッポンドットコム、ノースリーブスアットマークオールナイトニッポンドットコム、ノースリーブスの通りは
もういろいろありましたけど、結構ガチでしたからね。ね、はい、僕もあのビッスンという番組を担当するまでは、はい、あのネットとか、はい、あと雑誌で、あ、ビッスンって面白いけど、はい、あのまあ、全部こう分かった上でやってんのかなって思ってたんですよ、はい、実は全然そうではなくて。そうですね、全然です。私たちもこういう方向に来るなんて思ってもなかったですね、うん。まあ、そこがね、また危うさの魅力っていうのもあるんですよね。ありがとうございます。いやだからこれ、はい、まあ本当に解散、はい、7月8日で、はい、もう寂しいですけれども、はい、これもともと解散ライブ、まあ、ビスといえばもう武道館ライブをやって解散という文句のもと始まったわけなんですけれども、はいはい、ね、これなんでね、変わっちゃったんでしょうね、はい、そうですね、あのもともと今福田さんが言ってくださったように、武道館での解散を目標にしてやってきたグループではあったんですけど、ビスのこれまでの活動を見ていただけると分かると思うんですけど、いろんなことをやりすぎちゃいまして、ちょっと武道館に私たちがふさわしくなかったということで断念せざるを得なくなったんです。ですけれども、はい、平野のぞみさんは実感はありますか？もう終わりだなという。そうですね、これを収録している今日の時点でもう19日しかないんですけど、そういうカウントをみんながしてるのを見ると終わるんだなって感じがしますね。寂しい気持ちの方が強いですか？長かったなって。ツイッターでつぶやいてくださったことによって、
番正直辛かった時期に、はい、どのあたりなんですか。1年半ぐらい前ですかね。と言いますと、はい、2013年の1月。そうです、そこら辺ですね。今ちょうど5人の時期で、禁煙の中を超えた凄まじいカオスな時期に、私自身も精神を失いました。赤坂ブリッツぐらい。そうですね、でした。はい、で、渡辺さんがちょっと煽りすぎました。謝罪をして、はい、すみません。みたいなところあんのかなと思ったら、
そういうやっぱ可愛い場所、夢のある場所は好きなんですね。はい、みんな好きですね。あ、じゃあこれ楽しみだ、みんなで行って、ぜひ。はい。遊び的なことは少ないなと周りの人を見てると思いますよ。はい、やっぱ若いうち結婚しちゃうとどうしてもね、そうですね、日遊びが、はい、ちょっと出てるカップが多いかなと思いますが、なるほど、ちょっと早いですかね。27はね、まだタレント活動もあるんでしたら、はい、特にそうですね、夢を叶えたいですね。あの歌とお芝居がどこかでできていたら、5年後どこかで形になって、はい、いればいいな、はい、まあじゃあこの音源をちょっと5年後聞くのが楽しみでございますが、怖いですね。まだまだお話伺いたいんですけども、お時間でございますので、ここで平野のぞみさん、リスの思い出の曲2曲目をお送りしたいと思いますが、はい、何にしましょうか。私も思い入れのある曲ですね、はいはい、
紹介お願いします。はい、それではお聞きください。ビスで聞いてください。トリックス 2.0 新生アイドル研究会ビスの平野のぞみがお送りしました。いかがでしたでしょうか。はい、あっという間の30分でしたが、早かったです。いや、正直あのビス、はい、解散も寂しいですし、はい、ラジオ日本で放送中のビスのビス、はい、これがね終わっちゃうのがね、そうなんですよ、寂しいんです。もうみんなでこのスタジオに来ることもなくなっちゃうのかって今日も思いながらお話ししてます。とにかくね、はい、あんなに腹の底から笑うラジオっていうのもなかなか担当番組でなくて本当ですか。ただディレクターも言ってるんですけど、はい、ちょっとね感覚がずれてくるんですよ。そうですね、なんか全部のワードが OK みたいになってきてるけど、はい、全然 OK じゃないし、下ネタになんか対する抵抗が最近になってなくなってきた気がしますね。まあ、あの人を傷つけなくて笑わせることができるし、はい、いいのかな、みんな好きだし、あんま下品すぎちゃうともあれですけど。そうですね、たまにみんなのお話がわからなくて、ちょっとね、具体的なやつは聞いて、はい、ちょっと下品なことがありますけど、はい、でも本当にあの番組も含めあの雰囲気、はい、まあ、割にかけてるやつ、さらにいろんなメンバーの個性が出てきて、はい、とってもいい番組になってたので、はい、本当に寂しいですよね。2000円の格安チケット、まあ、メインチケット、